はい、どうもこんにちは、野々井です。本日も数学の話題をと提供していきたいと思います。えー、今日の題材は1962年度の東京大学理系の入試問題です。えー、っと、シグマー k イコール1から無限大までの1マイナス r の2の形状分の r の2の k マイナス1乗ということで、えー、まあ最高の、最初のね、数項を書き並べて、 まあこれえっ、ー、と階差数,数列の形にして、えー、バサバサ消えていくタイプなのかなという気がしますよね。R、の2形状っていうのはまあどんどんその指数が増えていくタイプなのでまあえっ、ー、とちょっとね変形がなかなか難しいかなと思うんですけど、えー、1マイナス R の2乗分の、えー、と R。 っってていう,ふうになってますよね次の項はというと1マイナス r のこれえっ、ー、と2が入ると4乗になりますよね。で r のこっちは2乗になるんですよ。で次は1マイナス r の、えー、と8乗になるわけです。で、えー、と r の4乗が来るわけですね。でこういうものの和を求めようって言われてるわけですが、えー、とまあ、当然等比数列でも等差数列でもないわけで。 えー、まあ一見するとね等差等比かなっていうふうに疑うかもしれませんけど、えー、とどんどんこれ増えてますよね。例えばこれは、えー、と R が分子にかけられていて分母には1プラス R の2乗分の1がかけられてますね。でここは R の2乗がかけられていて1プラス R の4乗分の1っていうのがかけられています。 だからまあ規則性はあるわけですよねなんとなくね。え倒、ー、差と等比の混合系とかだったらまあ分かるんですけれどもこれは等比、えー、の等比でもないのでまた別の方法になるかなと思います。つまり、えー、と何倍化してね公費、えー、倍して引き算するっていうタイプの問題でもなさそうですよね。だからうまい変形を考えて、えー、部分分数分解しなきゃいけないのかなと。 いいう匂いがしますけれどもこれ 1+r プラスの 1−r っていう形に部分分数分解をして、えー、やると,、えー、とどうなるかっていうと次の項はこれ、えー、と1ス r の2乗と 1+r プラスの2乗になるわけですよね。そうすると,、えー、とこれをこういうふうに、えー、と仮にですね、えー まあ分子はちょっと追いついてこういうふうにしたところで消えていかないじゃないですかこれこれ分のこれといくこれ分のこれ消えていくタイプにしなきゃいけないわけです。でそこが難しいですね。やっぱ東大らしい問題だと思うんですけど、ね、まあ1962年この60年代の東大の問題っていうのは現代から比べたら 特に1990年代の問題とかと比べたら絶対に優しいはずなんですけどねだけどまあまあ割と難しめの問題のような気がしますね。これ、えまあ上に r がついてるのでね 1+r と 1+r だとちょっと,、えー、と無理だっていうのが気がつくと思うんですけどこれをこういうふうに変形するしかないんですね。 マイナス R のの乗分の1ですね。これ、えー、とこうすれば1マイナス r に対して1プラス r をかけたときに1プラス r マイナス1で r ができるじゃないですか分子のところ。だからえっ、ー、と部分分数分解というよりも1マイナス r の2乗の部分のえっ、ー、とこの1マイナス r の部分だけを取り出して、えー、と先頭に出すってことですね。 でこれも同じで、えー、と1マイナス1マイナス r の4乗は残しておきながら1マイナス r に対して1マイナス r の2乗がここにあるわけですここに1マイナス r の2乗があるのでこれと同じものを作らなきゃいけないわけです1マイナス r の2乗分の1を作ればいいわけですでそうするとこれ1マイナス1プラス r の2乗を分子にかけることになって ちょうどうまくいくわけですよこいつ分したときに通分したときに左側に1プラス R の2乗ができてマイナス1で R の2乗ができてこれができるわけですいいですかだからえっ、ー、とまあこんなふうにやっていくわけですここの部分は1マイナス R の8乗分の1でえっ、ー、とこれと同じものを作っていかなきゃいけないわけですからだから、えー、1マイナス R の4乗分の 持ってくれば掛け算して 1+r の4乗を掛け算して1引くことになってる r の4乗が残りますよねこれが残るわけですいいですかまあこんなふうにして計算していくと、えー、1−r の2の k 乗分の r の2の k ス1乗はというとここの部分は 同じです1マイナス R の2の k 乗分の1ですね。で一つ前はというと1マイナス2の1マイナス R の2の k マイナス1乗分の R の1ですね。ここは1で,すねで、えー、次々に足していくとまあ結局ここがこうやって消えていくってことになるわけですこって。 でここもここと消えて残るのはこれとこれということになります。いいですかというわけでまあこのえっ、ー、と大 N 部分を SN というふうにえっ、ー、と置きましょう。そうすると大 N 部分は今計算した結果から、えー、1マイナス R 分の1マイナスえっ、ー、と1マイナス R の2の N 乗分の1。 とというのが部分和になるってことですね。で、えーまあ、S をリミット s n の N 無限大というふうに置いたときにと置くと、まあ、求めるそのこ,のこれが S になるわけですよね。これが S になるわけですけれども R の絶対値は1でないって言ってるのでこれは場合分けしなきゃいけないですね。R の絶対値が、えー、っと1より小さいときですね。 この時は、この r の 2n 乗のところですね、ここで場合分けをします。2n 乗のところで、絶対値が1より小さかったら、r の n 乗は、2n 乗は、えっと、これ0に行くので。ってことは、えっと、s は1、1マイナス r 分の1マイナス1ってなります。ということで1、1マイナス r 分の 1マイナス1マイナス R ということで R ですねが残るということになりますこれが答えですねそれから、えー、と R の絶対値が1より大きいときですねこの場合は、えー、と R の 2n 乗2の n 乗っていうのは、えー、これはプラス無限大にきますよねというわけで、えー、とここの部分が 分母がゼロに行くので、ここが無限大に行くってことは、えー、と後半の部分が0に行くので s の値は 1−r 分の1とというわけですね。まあこれが答えです。だから、まあ、合わせてこの部分ですねここからここまでで、えー、これとこれが答えになると,というわけです。 まあカラクラが見えてしまえばまあ何てことはない問題なんでしょうけどえー、っとまあそうですね数列の和を考察する場合大円部分は取っていくわけですけれどもま等、あ、比かける等差の形でない限りは基本的にこういうえー、っと部分分数分解をして、えー、まあ解散の形ですね解査の形にしてえー、っと どんどん消えていくっていうタイプに持っていくしかないかなと思います、まあ、その変形がうまくできれば、えー、解けるそれができなければまあ部分点も厳しいかもしれないですねはいという問題ですねえー、まあ気が付くかどうかっていうところでちょっとねあの実力がうまく反映されるかどうかわからない、えー、そういう問題ですけれども ま以下の東大らしい問題だと言えると思いますはい今回の授業は以上ですご視聴ありがとうございました